こんにちは、かよです。今日は今韓国で人気のある再生クリーム4種類の正直なレビューをしていきたいと思います。動画の最後には個人的なランキングも紹介していきたいと思いますので、ぜひ購入を検討している方の参考となれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは韓国の話題のコスメやスキンケアなどを中心に紹介をしております。私が実際に使って本当におすすめのものだけを紹介しておりますので、もし気になる方はチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。では早速始めていきます。今回紹介する4種類の再生クリームはこちらです。ダーマトリーハイポアレジェニックシカクリーム、エチュードハウススンジョンパンテソサイドシカバーム、イニスフリービシャシカバーム、センテリアン24マデカクリーム、アクティブスキンフォーミュラーシーズン5となります。ではまず1つ目はこちら、ダーマトリーハイポアレジェニックシカクリームとなります。ダーマトリーはクリオのスキンケアブランドで、敏感肌の方でも使える低刺激なアイテムとなっております。優しい成分のみだけで作られていて、ファエのクリームランキングでは圏外となっていましたが、口コミ評価は 4.02 と高評価でした。こちらのクリームは鎮静、お肌の保護効果、炎症を抑える効果などがあります。テクスチャーはこんな感じになっていて、結構こっくりとしたクリームタイプとなっています。伸ばすとみずみずしくスルッと馴染んで、ベタつきも残らないです。クリームが水色をしていますが、人工色素ではなく配合成分の自然由来の色となっています。匂いもなく、しっかりと保湿をしてくれながらもベタつきが全くありません。私が使った感想としては、鎮静効果がすごく高いと感じたので、トラブルができた時とか、お肌が敏感だなぁと感じた時はよくこちらのクリームを使っています。夏でも結構さっぱりと使えながらも高い保湿効果があるので、個人的にはかなり気に入っている鎮静シカクリームです。2つ目はこちら、エチュードハウスのパンテソサイドシカバームとなります。スンジョンシリーズはエチュードハウスのスキンケアシリーズとなっていて、敏感肌や乾燥肌の方でも使える無添加シリーズとなっています。弱酸性となっているので、お肌にもとても優しいのもポイントです。アレルギー誘発成分は一切含まれておらず、ファヘのクリームランキングでは31位、口コミ評価は 4.19 と高評価でした。テクスチャーは柔らかめのワセリンっぽい感じで、軟膏系となっています。軟膏っぽいテクスチャーですが、肌なじみが良くてベタつき感もありません。少量でも伸びが良く、匂いも一切ありません。しっかりと保湿をしてくれながらも、ベタつき感などの不快感がなく、何よりもやっぱり成分が一番優しいので、お肌がすごく敏感だけど保湿がしたいという時にはこのシカバームをよく使っています。ちなみにこちらのスンジョンシリーズはトナーもすごく優秀で、敏感肌の方にはすごくおすすめのシリーズとなります。3つ目はこちら、イニスフリーのビジャシカバームとなります。こちらはファヘのクリーム部門では第18位、口コミ評価は 3.90 となっていました。このビジャシカバームは高い鎮静効果のあるセンテラアジアティカが含まれていて、乾燥とかトラブルを防いで、お肌を健康な状態に取り戻してくれる効果があります。テクスチャーはスンジョンシカバームよりも柔らかめな緩い軟膏タイプという感じです。少量でかなり伸びが良く、ベタつき感も一切ありません。今回紹介する再生クリームの中では一番軽いタイプかなと思います。軽い塗り心地ながらも、しっかりと乾燥や鎮静ケアまでしてくれるので、さっぱりとした使用感が好きという方には本当におすすめしたいシカバームです。メイク前の鎮静保湿などにも使用することができます。最後はこちらです。センテリアン24マデカクリーム、アクティブスキンフォーミュラーシーズン5となります。センテリアン24は韓国の製薬会社東国製薬が開発したスキンケアブランドとなっています。ファヘのクリームランキングでは圏外となっていましたが、口コミ評価は 4.04 と高評価でした。現在はシーズン1からシーズン5まで出ていて、中でもこちらのシーズン5が一番機能性成分もプラスされています。お肌の鎮静効果はもちろんなんですけれども、保湿、お肌の弾力、たるみ改善、シワ改善などアンチエイジング効果も確認されています。テクスチャーはこっくりしたクリームタイプとなっています。少量で伸びが良くて、塗った後はかなりしっとりとします。ただベタつき感はそんなにありません。香りは結構強くて、漢方のようなハーブの香りがあります。個人的にはかなり好きな再生クリームです。シンプルな成分のクリームも好きなんですけれども、やっぱりアラサーならではのお悩みの弾力とかハリなどのアンチエイジング効果も感じることができたクリームなので、ちょっとお肌が疲れたなという時とか、栄養分をしっかりと補給したいなという時によく使う再生クリームとなります。こっちがシーズン1のオリジナルとなっていて、これもすごく良かったんですけれども、シーズン5の方が保湿力なども高いなと感じました。では最後に個人的なランキングを発表したいと思います。
トラブルニキビケア第1位はこちら、ダーマトリーのシカクリームです。ニキビとかトラブルができた時はこちらのダーマトリーのシカレスキューガーゼパッドとこちらのシカクリームを一緒に使うとより鎮静効果が高まってニキビが早く引いてくれる感じがあるので、このセットはとても気に入って使っています。続いて敏感肌におすすめ第1位はエチュードハウススンジョンシカバームとなります。こちらに関してはアレルギー誘発成分が一切含まれていないので、お肌が弱い方でも本当に安心して使えて鎮静効果のあるシカクリームとなります。最後にリピしたい第1位はセンテリアン24マデカクリームシーズン5となります。正直成分だけで見ると他の3つの方が優しい成分で作られているんですけれども、こちらに関しては鎮静だけではなく弾力、張り、アンチエイジング効果なども入っているので、アラサーで乾燥肌の私がよく使うのはやっぱりこちらになるので、リピしたい第1位に選びました。ではここまで今韓国で人気のある再生クリーム4種類の正直レビューを紹介させていただきました。皆様が韓国スキンケアを購入する際に少しでも参考となれば嬉しいです。他にも皆様のおすすめの韓国コスメなどありましたら、よろしければコメント欄などで教えていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりましたら高評価ボタンを押していただけると次の動画を作るモチベーションとなります。いつも最後までご覧いただきましてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。